香港最高のサンパン昔の上海市のサンパンサンパンは中国南部や東南アジアで使用される平底の木造船の一種。サンパンは港や川岸から比較的低速、安全に人や少量の荷物を輸送するのに適した形状に作られた全長5メートル程度の小型船である。現在は香港や関東省の漁村でよく目にし、 湾内で、いわゆる水上タクシーとして、客を、対岸、水上レストラン釣り場などに輸送したり、湾内観光などに用いられている。他に、台湾の台南や、マレーシア、インドネシア、ベトナムなど、東南アジアの河境、家人が多い漁港などでも使用されている。従来は、船尾に取り付けた2から3メートルの長さのロを手で、操って進ませていたが、現在はエンジンを備えており、 ある程度のスピードを出せるようになっている。また、木造に限らず、FRP 製のものも作られている。また、従来はかまぼこ型の低い屋根を備えていたものが多かったが、現在は、周りの見通しがきく、比較的高いテント屋根を備えているものに変わっている。中国との交流が盛んであった、明治時代の長崎県長崎市でも、小型の通船をサンパンと呼んでいた。 黒船に似た館を備え、さ先は尖って、中国船のように彩色されていた。当地では深堀領主の発明と伝えられていた。山口県周南市のような瀬戸内の波の穏やかな湾内でも、モーター付きのサンパンと呼ばれる水上タクシーが戦後、運行していた。第2回、関西九州府県連合水産協進会、長崎県共産会編、長崎県企業。 P257、1907年、長崎市、第2回関西九州府県連合水産共振会、長崎県共産会。小舟100石沈み千人が不明弁がある案で、サイクロン、朝日新聞1978年4月10日、長官、13番、23面。ありがとうございます。